はい、皆さんこんにちは、エコドライブの鈴木でございます。はい、で今日はですね、10月10日に行われた、テスラ社によるですね、Wii ロボットっていうね、まあイベント、ロボタクシーのイベントですね、これに関しての解説を、行っていこうと思っています。その大きな発表の5つっていうのは、1つはね、サイバーキャブって呼ばれるね、まあ、ロボタクシーのお披露目でしたね、で2つ目はそのサイバーキャブがね、なんとワイヤレス充電になるっていう話ですね、で3つ目がロボバンって言われるね、まあ、20人乗りの自動運転のバン、これのね、プロトタイプが発表されました。で4つ目はね、レベル5の自動運転へのアップデート、これのね開始時期が、決まりましたということですね、で5つ目はね、オプティマスっていうね、まあ、人型ロボットのお披露目、これがありました。はい、まあ、個人的にはね、ロボタクシーのサイバーキャブと、それからレベル5のアンスーパーバイズド FSDが2025年に搭載されるっていう話、それから、オプティマス、まあ、人型ロボットですよね、これがまあ胸熱でしたね、ただね、そのロボタクシーのアプリとか、あとプラットフォームに関しての話がまあ一切出なかったので、まあ、それに関してはね、ちょっと残念だったなという印象ではありますね。楽しみはね、次回にとっておくということでいいのかなと思います。はい、で、まあ、あと個人的な感想ですが、まあ、今回の発表で、まあ、テスラはやっぱりただの自動車メーカーではないなと思いました。テスラっていうメーカーは、AI テック企業であり、そしてロボットメーカーであるっていうことがね、はっきり分かったイベントになりましたね。はい、でここでね、まあ、未来を、まあ、完全に、まあ、これは個人の推測ねで話してみたいと思っています。はい、まあ、未来はね、おそらくそのロボタクシー、まあ、1台あたり3万ドルぐらいで販売するってことなんですけど、まあ、これはね、企業が1社で何台も所有するっていうことになってくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、なんていうか、タクシー業の自由化みたいな波っていうのが来るんじゃないかなと思いますね。これが起こってくると、それこそ今あるようなウーバーとかリフトとか、あとは既存のタクシー業界っていうのはね、もうやっていけないレベルになってくるんじゃないかなと思いますね。で、個人的に気になるのは、自動車保険がどうなっていくのかっていう話ですよね。今って自動車保険っていうのは当然これ個人で入りますよね。で、個人で入って、個人の責任において、ね、事故率が少なければ自動車保険っていうのは安いと。ただ、何回も事故ったりとかすると、自動車保険っていうのはね、等級が上がってっちゃいますよね。だから値段もそれにつれて上がってっちゃったりとかしますけども、これがね、レベル5、自動運転の世界に入ってきた時には、責任が一体どっちになるのかと、メーカーなのか、ドライバーなのか、所有者なのかというところはすごい気になりますよね。それによって自動車保険が一体誰が払うのかっていう話になってくると思うんですよね。これに関しては非常に気になります。あと、それから、自動運転タクシー、ロボタクシーが始まってくると、値下がり率っていうのがどうなっていくのかなっていうのが気になりますね。今までっていうのはね、車っていうのはただのね、言ってみれば所有物であって、まあ趣味だったりとかしたわけじゃないですか。だから減価償却ってのがあって、値段っていうのはどんどん下がっていくわけですよね。どれぐらい下がるかっていうと、だいたい3年で 50% ぐらいに値下がりするわけですよ、今までの車っていうのは。ただこれがお金を生むマシンということになればですよ、値下がりしにくくなってくるんじゃないかと思うんですよね。要は不動産みたいに投資対象として扱われる可能性もあるわけですよね。はい、まあ、それからアンスーパーバイズド FSD、まあ、レベル5の FSD ですね、これが AI によって成立するということであれば、他のメーカーにライセンス販売されるっていう可能性も十分に考えられますよね。まあ、他のメーカーもね、もちろんこれ取り組んでってるとは思うんですけど、やっぱり今からね、テスラレベルの FSD、 自動運転を成し遂げるっていうのは、まあ普通に考えたらちょっと難しいと思うんですね。もうテスラってもう10年以上も前からこれ取り組んできてるわけでね。で、しかもそれがもう AI によってどんどん学習されてってるっていう事実を考えるとね、他のメーカーが今から取り組んだっても追いつくのはちょっとなかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。そうなってくると、もうそれだったらもうライセンス料払ってでも、もう自分のメーカーにね、テスラのね、FSE 入れてくっていうことを考えるのが、まあ自然な流れなんじゃないかと思いますね。はい、はい。まあ、それからあと、オプティマス。オプティマス、まあ、人型ロボットですね。これはね、かなりの可能性を秘めてると思いますね。まあ、これイーロン・マスクも言ってましたが、もうビゲストプロジェクトって言ってましたよね。
もうこれからゴールドラッシュに入ってくるんじゃないかなと思いますね。しかもそのオプティマスって、まあ人型ロボット、これね AI と相性めちゃくちゃいいですよね。もう AI が入ってきたらもう本当に人じゃないですか、歩く。しかもその家の家事をやったりとかね、掃除をしたりとかっていうのはやっぱり人型が一番向いてますよね。だって家とか家具とか間取りとかって結局人が生活しやすいように設計されてるわけじゃないですか。であればロボットもやっぱりその人型ロボットの方が何かと勝手がいいわけですよね。でね、オプティマスが導入されればね、あの家の家事をやってくれたりとか、犬の散歩してくれたりとかね、子供の相手してくれたりとか、あとねパーソナルメンターとしての役割っていうのもかなり大きいんじゃないかなと思いますね。はい、ね、それこそ遠隔でね、自分のオプティマスにね、電話で指示を出すみたいな、ね、子供の迎え行ってきて、みたいな、ちょっとあそこ掃除しといて、みたいなことができるような感じになってきますよね。あとは自分のね、それこそ進路の、相談相手になってもらったりとかね、ビジネスの相談相手になってもらったりとか、まあそういったパーソナルメンターとしての役割っていうのがかなり大きくなってくるんじゃないかなと思いますね。はい。